心を理解するっていうタイトルでお話しさせていただきたいと思います。車田と申します。よろしくお願いいたします。今ね、丁寧にご紹介くださったんですけれども、まだこいつ誰だと、どんなやつだと思われている方もたくさんいらっしゃるかと思うので、簡単に自己紹介をさせていただくところから始めて、私がどうしてこの言葉のコミュニケーションというものに興味を持って研究するようになったかっていうところから簡単にお話をさせていただきたいと思います。ですね、今、池松先生の方からおっしゃってくださったんですけども、私もともと京都の出身で、地元で大学まで進んだんですけれども、で、そこでですね、在学中に1年間、オーストラリアの方で、日本語教育のボランティアをしてまいりました。現地の小学生に日本語を教えるっていうボランティアだったんですね。で、それをやってる間に、子供が言葉を覚えていくプロセスっていうのは面白いもんだなということに気がつきまして、帰国してから東京の方で言語習得の研究を始めました。で、2013年かな、2008年から2013年まで、カリフォルニアのスタンフォードというところで言語習得と、心理言語っていうのは言語のプロセッシングですね。どうやって言葉を聞いて理解して、それから話しているんだろうっていう研究をしました。北カリフォルニアのね、Google とか Facebook とか Twitter とかあるようなところですごくいいところなので、一旦コロナが収束したらですね、皆さんお越しになられてはと思います。で、2013年から今いるロチェスターというところのロチェスター大学で教鞭をとっております。で、ロチェスター、皆さん多分ご存知ないと思うんですよ。ニューヨーク州なんですけれども、ニューヨークシティではなくてですね、車でそこから6時間ぐらいかかっちゃう、もうほぼカナダみたいな、すごく雪深いところなんですね。ナイアガラの滝にいらっしゃったことがある方は、もうそこから1時間半ぐらいなんですけれども、大学自体はすごくちっちゃな私学の大学です。で、そこでの、プレイニングコグニティブサイエンスの認知学科ということになるんですかね、というところに所属して研究をしています。で、どういう研究をするところなのかと言いますと、研究の柱が3本、3つあるんですね。1つ目は視覚の研究ということになります。なので、人や動物がそのものを見たり聞いたり触ったり食べたりするときに、どういう情報が脳に送られてそれが処理されてるのかっていうのを研究するのが一つ目のテーマなんですね。で、二つ目のテーマがコグニションなので、認知っていうことになります。その知覚された情報がどうやって理解されて記憶されて、人間にとってプロセスされてるんだろうっていうのが二つ目の柱になります。で、例えばなんですけども、そのものが見える、人間の例えば顔が見えるっていう時に、実は目が見えるだけでは顔と認識することってできないんですよね。私たちがものを見てる時は、例えば顔だったら顔には目がある、鼻がある、口があるみたいな知識を使って物事を見ていると。なので、それがどういうプロセスで進んでいくんだろうっていうのを考えるのが2つ目の柱です。で、3つ目がですね、行動ってことになりますね。だから、知覚して認識された情報に基づいて、どうやって判断をしてるんだろう、選択をしてるんだろう、学習をしていってるんだろうっていうのが3つ目の柱になります。なので、同僚の中にではですね、大学の研究室で研究をしてる人から、人の脳をスキャンしてる人から、こうやってスピードに出かけていって、人間や動物の行動観察をしてる人まで、幅広い研究分野で活躍している同僚のいる学科です。これはですね、鳥がどうやって道具を使って餌を取るようになるかっていう行動の研究なんですけども。で、そこで何人かの同僚と私は言語のコミュニケーションの研究をしています。で、言語って面白くてですね、全部必要なんですよね。視覚だから、話し言葉の場合だったら聞こえるっていうところから始まりますし、手話の言語の場合だったら見えるっていうところから始まる、読み書きだったらやっぱり見えるってことが必要ですよね。で、そこから認知っていうことは、何が言われたのか、どんな言葉が話されたのか、書かれたのかっていうのを読み取って、例えばお水っていうことが言われていたら、この人お水欲しいのかなということで、水いかがですかって持ってくるみたいな、行動に移すっていうところで言語のコミュニケーションっていうのは成り立っている。ですので、この3つ全部見ようではないかっていうのが私たちの研究のアプローチです。で、今回こういう貴重な機会を頂戴したので、そもそも私がどうしてこういう言語のコミュニケーションに興味を持つようになったのかっていうのをちょっと考えてみたんですね。そうしましたら、
もともとさっきも言いましたけれども、私もともと京都の出身で、ちっちゃい頃から京都の人のコミュニケーションっていうのが意外に面白いなと思っていた節がありまして、で、皆さんどうですか、京都の人のコミュニケーションというとどういうイメージですかね。ね、割と関西の中でもはんなりしていて穏やかそうで、でもちょっと周りくどいみたいな感じですよね。ちょっと穏やかすぎて何言ってるかわからないとよく言われたりもしますけども、割と本音と建前がはっきりしていて、あんまり思ったこと素直に言わない、いけずみたいなイメージがあるかもしれません。で、そういう話が出てきた時によく言われる例ってこういうのあるんですけど、皆さんご存知ですかね。京都のね、どなたかのお宅にお邪魔しててご飯時になって、ぶぶ漬け、お茶漬けなんですけども、ぶぶ漬けどうですかっていうふうに聞かれたら、これ、はい、いただきますって言っちゃいけないんですよね。これ、どういう意味になるんでしたっけ？ね、ご存知の方おられると思うんですけども、実はこれ、そろそろ帰っていただけませんかと、お引き取りいただけませんかっていう意味になるわけですよね。で、それご存知だっていう方の中で、これ、どうしてそういう意味になるか、説明できるよっていう方いらっしゃいますか？って呼びかけて答えていくわけに、いただくわけにもいかないんですけども、これなんでそういう意味になるんでしょうかっていうのをちょっと一緒に考えてみたいんですね。で、いくつかキーポイントがあると思うんですよ。で、理由の一つ目、これどうしてそのブブスケどうですかって帰ってくださいになるかっていうと、まあこれブブスケどうですかって聞かれているので、これ質問なんですよね。なんですけど、聞かれた側の人が、はいってうかつに答えちゃうと、そう、聞いた側の人は裏に行ってぶぶ漬けを作って持って帰ってきて食べてる間待ってなきゃいけないと。だから意外に「はい」って言っちゃうと、相手の人に割と手間をかけてしまう質問だっていうのがポイントの一つ目。で、二つ目がですね、このぶぶ漬けっていうご飯のチョイスが絶妙なんですよね。これぜひこれ用意しといたんで、ぜひ食べていってくださいっていうお誘いではなくて、もう本当に何にもないんですけども、どぶ漬けぐらいだったらできるかもしれないので食べていかはりますかっていう、なんか意外にちょっと断ってほしそうなオファーなわけです。簡単に、あ、いいです、いいですって言えそうな質問っていうところまで来て、あ、じゃあなんでそもそもこの人突然こんなどぶ漬けについて聞いてきてるんだろうと思ったら、なんだか直接的に言うと失礼に当たる内容をこの人は伝えてるんじゃないかなっていう読みができそうだですね。ゆっくりしてってくださいならゆっくりしてってくださいと言えばいいわけで、そう言わずに何か他の質問をしてるってことは、なんだか言いにくいことを伝えようとしてるんじゃないかなっていう読みができてくる。ということで、まあ諸説あるわけですけども、京都の人の心の中でどういうことが起こってるかっていうと、大変申し上げにくいですし、失礼なんですけども、ご飯時になりましたし、特におもてなしできる用意もありませんので、そこをちょっと察して本日のところをお引き取りいただけませんかっていう意味になってくる。ね、面白いですよね。なので、それがどういうことが言葉のコミュニケーション上起こってるかっていうと、まあこれはこの例に限らず一般的にっていうことなんですけども、話してる人っていうのは何か頭の中に考えがあるわけです。こういうことを伝えたいっていう意図があるわけですね。それを伝えるためにどんな言葉を使おうかっていうチョイスをします。で、この場合はですね、質問っていう形で聞いてみようと、ぶぶ漬けどうですかっていう言葉が発せられて、で、そこで何が起こるかっていうと、聞いてる側の人はこれを聞いて、あ、この話してる人はどんなことが言いたかったんだろう、この意味かな、あの意味かなって考えるプロセスがある。で、そこから、あ、こういうことが言いたかったんじゃないかなっていうふうに解釈に至るプロセスがあるわけですね。で、それを私は聞こえると分かるの間っていうふうに呼んでるわけですけども、言葉でコミュニケーションをしていて、相手の人が言ったことが分かるっていう時、分かるっていう時にはですね、話された言葉が実は聞こえるだけではダメなわけですよね。聞こえた言葉の中から、話し手の意図、なんでそれを言いたかったんだろうっていうのを理解しようとするっていうプロセスが分かるっていうプロセスなわけです。で、その間に一体どんなことが起こってるんだろうっていうところにすごく興味があって、私は研究を続けています。ということでですね、本日は3つのことについて話をしたいと思っています。で、1つ目はコミュニケーションの仕組みってことですね。今ちょっと例を使ってざざっと説明しちゃいましたけれども、人と話しているときに人が言ったことを理解するっていうのはどんな仕組みになってるんだろうっていうのが1つ目のテーマです。
で、2つ目のテーマはですね、こうやって相手の心を読み取ろうとかですね、そういうこと、空気読めみたいな話をすると、そういうのって割と日本人に特有の、日本人の好むコミュニケーションですよねと言われることがあるんですよね。英語には敬語みたいなものもないですしね、みたいな感じなんですけども、本当にそうなのかなっていうのが2つ目のテーマです。で、3つ目なんですけども、今聞こえるだけではダメだと、そこから分かるに向かうプロセスが必要なんだっていうふうにお話ししましたけども、実は人の言葉が聞こえるっていうのはどういうことかっていうこと自体分かってないことがすごくたくさんあるんですね。で、そこが私の今の研究に一番近いところなので、じゃあ分かるためにどういうことが聞こえてなきゃいけないかっていうことについて、まあ、時間の許す限り少しお話をさせていただけたらと思っています。で、質問の時間を最後に取っていただいているので、分かりづらいところあるかもしれませんけども、ちょっとメモに取るか何かして覚えておいていただけたらと、後で聞いていただけたらと思います。こっち朝の5時なんですよ。なので皆さんの反応がないとですね、私一人で明け方にすごいとうとうと喋ってる人みたいになっちゃいますので、ぜひもし質問がありましたら後ほど聞いていただけたらと思います。いいでしょうか。ではコミュニケーションの仕組みっていうテーマに移っていきたいと思います。で、聞こえるから分かるへっていうことなんですけれども、一体じゃあまず聞こえるっていうのがどういうことなのか、発音を聞き取るためにどんな日本語の知識が必要なのかっていうことをちょっと一緒に考えてみたいと思うんですね。で、そのためにこの状況に一旦もう一度戻っていただきたいと思います。2人の人がお話をしています。で、話してるのが京都のおばあさんですね。和江さんに101歳って、私のおばあちゃんなんですけども、今年で101歳です。で、話を聞いてる方がティムさん、日本語の初級の学習者の方ですね。今、日本語を勉強中の方。で、ティムさんが、和江さんのお宅にお邪魔していて、5時ぐらいになってですね、和江さんが、ぶぶづけどうどすかって聞いたとする。で、その時に、ティムさんの側にどんな日本語の知識がないと、それがまず聞き取れないのかっていうところから考えていただきたいんです。で、言葉って面白くてですね、皆さん今おそらく日本語が分かるっていう状態で私の話を聞いてくださってるので、私が言ったなんかこう意味ある情報がですね、皆さんのもとに届いて、それを聞き取ってるんだと思われると思うんですけども、言葉ってとどのつまり何かっていうとですね、ただの空気の振動なわけですよね。私が話しているのが私の周りの空気を揺らしていて、それがマイクを伝わって皆さんの耳元に届いていて、皆さんの鼓膜を揺らしていると。で、ただそれだけのことなわけです。で、さっき最初の方でですね、人の顔に対する知識がないと人の顔っていうのは実は認識できないんだっていう話をしましたけれども、それと同じことなんですね。ただもし言語の知識がなければ、ただ聞こえてくるのはこのただの音の振動なわけで、そこから意味ある情報を取り出してくださっているのは皆さんの言語の知識のおかげなわけです。じゃあそれがどんなふうに進んでいくんだろうっていうのをちょっと考えるために、まず聞き取るっていうためにどんな日本の知識が必要か、どんな知識だと思いますか。ね、日本語じゃないや、英語の聞き取りの授業とかのことを思い出していただきたいんですけども、言葉、分からない言葉を聞いてるときっていうのは、もう全く何を聞き取っていいかすらも分からないことがありますよね。で、まずじゃあどんなことが必要か、おそらくこの今話されたことの中にいくつ単語が入ってるかっていうのがまず分からないと聞き取れるとは言えないだろう。だからまずどんな単語があるんだろうっていう知識が必要になってきます。ね。じゃあ単語の区切りが分かったとする、他にどんな知識が必要でしょうか。聞き取れるっていう時ですね。で、その単語の知識と関連してるわけですけども、日本語の中にどんな音のパターンがあるかっていうことが知ってることが重要です。よね。日本語の中に50音あるんだとかですね。日本語にはブブ付けで B の音はあるんだけど V の音はないんだっていう知識を皆さんは実は使って、どこに単語があるんだろう、どの単語がどこから始まってどこで終わってるんだろうっていうのを考えながら、この文章を聞き取ってくださってるわけです。他に何がありますか。ね、英語の授業を思い出してください。単語を習って発音を習って他に何習いますかね。文法の知識ですよね。統合論、英語学で言うと統合論っていうふうに言われたりもしますけれども、じゃあブブ付けっていうのが聞こえてきたときに、それが主語なのか述語なのか、で、日本語で疑問の文を作るときにどういうルールに従って文を作っていかなきゃいけないのか、で、かっていうと疑問の終助詞で、それを使うと疑問文になるんだみたいな、そういう知識が必要になってきます。
言語の形式っていう点ではもうすでにいろんな知識を持って皆さんはこれを聞き取ってくださってるわけですよね。でティムさんにはそれがない と、これが実は聞き取れないと。じゃあ聞き取った後ですね、どんな知識を使ってこの和江さんが言いたかった内容を理解してるんだろうと。じゃあ意味を理解するためにはどんな日本語の知識が必要でしょうかということですね。でこれ実はこっちで言語習得の授業ですね、大学生の方とするエクササイズなんですよね。赤ちゃんが言葉を覚えていくときに一体どんな知識をどんどん順番に覚えていって言葉っていうものが分かるようになっていくんだろうっていうのを考えるんですけれども、それと同じことです。じゃあ音が聞き取れたとする、次何が必要かってことですよね。でもちろん意味が必要です。なのでブブスケっていう言葉が聞き取れるだけではダメで、それが世の中でいうこれのことだっていう意味が分かってないといけない、単語の意味ですよね。でこの文の残りの部分が疑問、どうですかって聞いてるので、 How about みたいな、いかがですかっていう質問をしてる文だということが分かんなきゃいけない。でティムさんの頭の中でどういうことが起こっているかというと、その単語単語で取り出してきた意味っていうのを文法の知識に従ってくっつけて、まず文の意味、文字通りの意味っていうのを取り出してくるってことが必要になってきます。でそれを字義的な意味っていうふうに言ったりします。なのでブブスケとオドスカの場合はお茶漬けいかがですかってことを聞いてるんだっていう文の意味がまず分かる必要があるってことですね。でもそれだけでは実は和江さんの言いたかったことっていうのは理解できない。でそこからもうワンステップ必要になってくるのが、どうしてこの時期的な意味をこの人はこの状況の中で話したんだろうっていうのを理解することが必要になってきます。でそれを、また言語学的にはですね、状況的な意味っていうふうに言ったりするわけですね。文字通りの意味とそれがコンテクストに当てはめられた時の意味、これがそのすいませんお引き取りいただけますかっていう意味になるということですね。他にもまだあるんですけど、どんなことを皆さんはご存知で、どんなことをティムさんは勉強していかなきゃいけないでしょうか。っていうとですね、ティムさんこれで、あ、そうか、帰ってほしいときにはブブスケどうですかと言えばいいんだと思ってですね、それを覚えて他のところで使っても多分意味通じないですよね。で、それがなんでかっていうと、この言葉は京都の、多分ちょっとお年を召した方が郷土弁のイントネーションでこの方言で話すから、あ、こういう意味が生まれてくるんだっていうことが私たちには分かると。社会的な意味って呼んだりしますけれども、世の中で一体どんなグループの人たちがどんなふうな言葉を使ってるんだろうっていう知識が私たちにはあります。なのでですね、こうやって普段別に何も考えずに言葉で私たちコミュニケーションを取ってるわけですけども、ただ一つの単語じゃない文を聞き取ってその意味を理解するっていうだけで、ものすごくたくさんの知識を皆さんは総動員してその内容を理解していってるわけですね。でここでちょっと焦点を置きたいのが、今お話ししたようにまず言語の形を聞き取るっていうプロセスがあって、で聞き取られた単語の意味をくっつけてまず字義的な意味を取り出していくっていうプロセスがステップナンバーワンであります。でその次にこの読み取られた字義的な意味をコンテクスト状況に照らして、そこから意図を読み取るっていうプロセスがあるわけですね。そこで状況的な意味っていうのが生まれてきます。でこういうとなんかちょっと複雑なことを話しているように思いますけれども、実はこういうのって皆さんの日常生活でですね、すごくよく起こっていることで、皆さんは言葉を聞くときに発話のコンテクストに照らして常に意図を推論しながら聞いて解釈しているわけですね。で例えばお友達とドライブに出かけているというところを想像していただいて、でお友達がちょっと寒いねって言ったとする。でこれ文字通りの意味ですね。時期的な意味としては私の体感温度が低いってことをお友達は言ってるだけなわけですけども、皆さんがそれを聞いたとき分かると思ってる人はその時期的な私の体感温度が低いってことではないですよね。でもし季節が今ぐらいですかね、秋で車の窓がちょっとでも開いてたら、ちょっと寒いねって聞いただけで皆さんは、あ、そっか、この人もしかしたら窓閉めてって言ってるのかなって分かるとか、もしコンテクストが別でですね、夏でちょっとエアコンが効きすぎていて寒いってことだったら、ちょっと寒いねって言われたのを聞いて、あ、そっか、じゃあエアコン止めて窓ちょっと開けようかっていう意味が皆さんの頭の中に浮かんでくると思うんですよ。ね。
で、つまり面白いのは何かっていうと、一つ同じ地理的な意味からコンテクストによっていろんな全然違う状況的な意味っていうのを私たちは推論することができる。で、この場合だったら寒いねって言われただけで全く別の意味が、窓を閉めようかとか開けようかとか全く別の意味が生まれてきてるわけですよね。で、そうやってどうしてその同じ言葉を聞いても違う意味が理解できるんだろうっていうのが言語学というか哲学というか、なんかすごく大きな疑問だったわけです。なんでそんなことができるのか。どうしたらその文字通りの意味、単語の意味から取り出されてくる文の意味から人が解釈している状況的な意味っていうのにたどり着くことができるんだろうかっていうのが大きな疑問だったわけですね。学術上。で、そこに、一人の研究者が現れます。ポール・グライス、イギリスの哲学者の先生なんですけれども、その方がですね、このプロセスを理解するためには、一つの原理というか ルールというかですね、一つのみんなが持っている前提っていうのを理解することが必要なんだ。協調の原理っていうふうに呼んでるんですけれども、何か一つ原則を持ってみんなが言葉を解釈していると考えなきゃいけないっていうふうに言うわけです。で、何を言うかっていうと、どうやったら時期的な意味から状況的な意味にたどり着けるかを分かるためには、聞き手の人がですね、話を理解しようとしているときに、話して今言葉を話している人が会話にできるだけ協力的に参加してるっていう前提を持って話を理解しようとしてるんだと考える必要があるっていうふうに言ったわけです。で、これだけだとちょっと漠然としてるかと思いますけども、会話に協力的に参加してるってどういうことか。つまり、何らか思いついたことをランダムに話してるわけじゃなくて、前後の文脈とか今置かれている状況になるべく関連のある話をしているはずだと考える。で、協力的に参加するってことはですね、わざと欺こうとしない、嘘をついていないはずだと考える。この人の言ってくれていることは、とりあえず全部本当だと仮定して考えてみよう。で、協力的な話ってことは、わざと分かりづらい表現とか回りくどい言い方を選んではいないはずだと考える。で、話し手の人が持っている伝えられる限りの最大限の情報を伝えてくれているはずだと考えるっていう前提を持って、人は言葉っていうの、話された言葉っていうのを理解しようとしてるんだっていうふうに言うわけです。で、これだけだとまだちょっと漠然としてるかもしれないので、さっきの例に戻って考えてみたいんですね。お友達がちょっと寒いねって言った状況で、皆さんの心の中で何が起こってるか、聞き手の心の中で何が起こってるか。まずですね、突然この人が文脈に関係なく自分の感じた体感温度について話し出すわけがない。で、つまりどういうことかっていうと、今この車の中の状況と聞き手である私に対して何か関係のある発言をしているはずだと考える。そうかどうか本当分かんないんですよ。だけど、そういう前提で解釈してみようと思うんですね。で、そこから、あ、そうか、じゃあこの状況で今寒いんだから窓を開けてほしいと私に言ってるのかな、窓を閉めてほしいと言ってるのかなっていうふうな提案だと解釈するっていうことなんです。じゃあもう一個例を見てみましょうね。これもまた、皆さんがお友達とどっかにお出かけしている場面だと考えてみてください。で、皆さんがですね、お友達に、あ、ちょっと携帯の充電切れそうだ、どうしようって言ったとする。で、そしたらお友達が、あ、3駅先にコンビニあるよって言ってくれたとする。で、携帯充電切れそうだっていうことと、3駅先にコンビニが存在するっていうのは、文字通りの意味で考えると、文字通りの意味だけで考えると、全く関係ない話の感じがするわけです。だけど、あ、携帯の充電切れそうって言って、3駅先にコンビニあるよって聞いた瞬間、皆さん、え、3駅も行かないと携帯充電できないのっていう意味が、解釈が浮かんできたと思うんですよね。それを取り出してきているときに、一体どういうことが起こっているかというと、さっきみたいにまた協調の原理を当てはめているわけです。今私が携帯の充電について何か言ったんだから、相手はそれに関連ある情報をくれているはずだと考える。何か関連を探そうと思って解釈するわけですね。
で、もうワンステップ、あんまり私たちが意識的に考えないことですけども、もしお友達の方が充電器を持ってるとかですね、もっと近くにコンビニがあってそれを知ってたら、そっちを教えてくれてるはずだと考える。できるだけ協力的な会話の参加者なので、そっちの方を教えてくれるはずだと考えるところから、3駅先のコンビニに行くほか充電できる方法がないよっていうのをお伝えしてくれてる発言だと解釈するってことなんですよね。もう一個例見てみましょうか。これはオフィスかなんかですね。上司の人が、あの書類できてるって聞いたとして、で、部下の方ですかね、同僚の方が、あ、すいません、ちょっと身内に不幸がありましてと言ったとする。で、これも2つ目の例と同じで、書類ができてるか否かっていう質問と、その人の身内に不幸があったかどうかっていうのを文字通りの意味で見たら全く関係ないことのように見える。だけど皆さんもこれ、身内に不幸がありましての時点で何を言いたいかっていうのが自然に分かってきますよね。で、分かってくるって時にどういうことが頭の中で起こってるかっていうと、これ書類できてるは質問の文なので、イエス・ノーで答えればいいわけです。できてるなら、はいって言えばいいはず。で、この人はそれを言わなかったっていうところからスタートしてるわけですね。で、それを言わずに、しかもなんだか予想外の重大なことが起こってしまったんだっていうのを、ここでわざわざお話ししてくる理由があるはずだと考える。っていうところから、あ、そうか、そういうことが起こっちゃって時間がなくなったので、仕事の時間がなくなって書類できてませんっていう返答なんだなっていうことが、そんなことを身内に不幸がありましたと全然言ってないんですけど、そういう意味だと解釈できるっていうことなんですよね。なので、私がこれ面白いなと思うところはですね、私たちが普段言語のコミュニケーションで話を聞いて、相手の心が分かったっていう時、なんとなくイメージとしてはですね、相手の人の中に何か意図みたいなものがあって、で、この人の言葉を使うと、それがこうテレパシーのようにですね、なんとなく聞いてる人に伝わって、その意図が頭の中にポッと浮かぶように思うじゃないですか。ね。でも、グライスはそこから出発しないんですよね。で、グライスが代わりに何を言うかっていうと、相手のコミュニケーションにおいてですね、聞き手にとって話し手の人の心とか意図っていうのはもちろん見えないし、話を聞いた後でも絶対確かめられない、直接的に全然アクセスできないものなんだと。で、聞こえた言葉のチョイスから推論していくしかないものだと。で、その時に重要になってくるのがこの一つの前提なわけですよね。もし他にもっと適切で端的な表現が使えたんだったら、この人はそれを使ったはずだと考えるっていうステップを踏んで、理解を、意図を分かろうとしている。なので、私たちが人のこと、話を聞いて言葉が分かるっていう時、何が分かってるかっていうと、実はその人が特定の発話の形をその状況の中で選んだ理由が分かるっていうことなんですよね。で、それを探す推論を私たちはしながら言葉を解釈していってるわけです。ということで、それが聞こえるっていうところから分かるに向かうプロセスでした。簡単にお話ししたことをまとめると、何をしてるかっていうとですね、言葉の文字通りの意味っていうところから2つのことを考えるわけです。コミュニケーションの中でどういうことが起こってる今状況なのか、どんなことが既に言われてて、どんなことが身の前に起こってるかっていうことと、話し手の人がなるべく言葉をチョイスするときですね、協力的に親切に会話に参加しているはずだと考えるっていうところから、この人はどうして今この言葉を言ったんだろうっていうことを解釈し、それで状況的な意味っていうのを推論していってるわけですね。で、みんな皆さん言葉を聞いてるときに、こんなことわざわざ意識して考えないわけですけど、聞こえたっていうところから、あ、言いたいことが分かったっていうところに向かうためには、このプロセスを踏んでいってるわけです。ね、で、じゃあそれが相手の言葉をの心が分かるっていうプロセスだと。で、そういう話をするとですね、確かに日本人はそういうのが上手というか好きというかですね、日本人そういうの好みますよね。こう、行間を読むみたいな、空気を読むみたいなコミュニケーションを得意としますよねっていう話になるんですよね。で、それに対してアメリカ人の人は、
英語にはもともとそういう表現があんまりなくて、敬語もないですしね、みたいな、アメリカ人が思ったことをはっきり言うみたいな話になるんですけど、アメリカ人肩凝らないぐらいの感じでね、皆さんこうちょっと信じてるところもあるんですけども、実はですね、アメリカ人の人も割と傷つきやすくて、どうやったら相手に丁寧に話しかけられるか、どうしたら相手の気分を害さない話し方ができるかっていうのを常にやってるところはあるんですね。なので、それが英語でどんな風にされてるんだろうっていうのを2つ目にお話ししたいと思います。で、日本語の敬語ですよね。敬語の形、確かに日本語には、尊敬や相手を敬うとか、丁寧に相手に接するっていう気持ちを直接的に表現する形がありますよね。で、先ほどその言語の形と意味っていう区分をお話ししてましたけれども、日本語にはそういった気持ちを表現する言葉の区分があると。尊敬語だったら相手を尊敬してますよっていう気持ち、謙譲語だったら自分の方を一旦下げて相対的に相手を敬う気持ちを表現する。で、丁寧語普通体、丁寧体普通体の使い分けから丁寧さっていうのが表現できるわけですね。で、これ日本語だけにあるっていうわけではもちろんなくて、韓国語にも複雑な体系がありますし、インドネシア語にもありますし、インドヨーロッパ系の言葉とかスラビック系の言葉をお勉強されている方は、あなたって呼びかける代名詞が、親しい人に向かって使ってるのか、それともあんまりよく知らない人に対して使ってるのかによって使い分けがあるっていうことも多分皆さんもご存知だと思うんですね。なので、これ日本語に限ったことではもちろんないけれども、こういう複雑な敬語っていう形式の体系があるっていうことは日本語のユニークな特徴の一つだと言えると思うんですね。で、それに対応するものがじゃあ英語にあるかっていうと、それほどないですよね。でも英語の授業で皆さん習ったと思うんですけど、丁寧にお話しする方法とあまりそんな丁寧に話さない方法は確かに英語にも存在する。で、一番よく使われる例はですね、何か人に物を頼むとき、お願いするときに丁寧にお願いする方法があるよってことをちょっと習ったと思うんですよ。で、そこでよく出てくる例がですね、テーブルが中についていて、ちょっとお塩を取っていただけませんかと、塩を取ってくださいっていうときにどうやって頼むかっていう話ですね。で、一番丁寧じゃないというか、存在なというか、失礼な聞き方は何かっていうと、もう、しようって言っちゃうことで、そうって言っちゃうと、なんか頑固親父が要求してるみたいな感じになって、これ全然丁寧じゃない。で、それよりちょっとだけマシな方法、表現は何かというと、pass me the salt って言っちゃうと、これ文なだけちょっとマシですけども、これまだ命令形なので、なんだか命令してる感じがしちゃって、全然丁寧じゃない。で、そこからもうちょっと、これ、can I have the salt っていうと、あれですね、お塩取ってみたいな、なんかこう、普通にお友達やら家族やらにカジュアルに聞いてる感じがする。2つに、このさっきの2つに比べると丁寧。で、レストランとかに行って、なんかちょっとかしこまって聞かなきゃいけないって、may I have the salt, please? っていうと、なんかちょっとかしこまって聞いてる感じがするんですね。で、もっと丁寧にしたいとき、でももちろんあるわけです。Would you be so kind to pass me the salt if you could? みたいに言うと、そこを言うと、たかが塩ぐらいでちょっとインギンブレーで逆に失礼みたいな感じになっちゃいますけれども、場面によってはもっと丁寧に表現する方法は英語にもあるっていうことですよね。で、右へ行けば行くほど丁寧で、左へ行けば行くほど失礼ってことになるわけです。で、皆さんこれどうしてそうなってるんだと思います?で、なんでこれは右へ行けば行くほど、右の表現が丁寧で左の表現が失礼なんでしょうか。で、そんなことを聞かれてもそう習ったからとしか多分ね答えようがないかもしれないんですけども、敬語の意味っていうのを考えたときに、どうしてこれ右へ、この5つ比べてみたときに右側の表現の方が丁寧で左側の表現の方が失礼だと感じられるのか。で、何か気づくことないですか。一つ明らかなのはですね、丁寧な表現は長いってことです。で、そんなことかと皆さん思われたかもしれないんですけども、日本語でもそうですよね。尊敬の表現、敬語を使うと文っていうのはどんどん長くなっていきます。何々してっていうよりも、何々していただけますかっていうと長くなる。丁寧な表現っていうのは大概長いわけです。じゃあこれどうしてそうなんだと思います?
どうして丁寧な表現も長いのか、で逆に言うとどうして長くすると丁寧に聞こえるのか。でこれ先ほど、せっかくなので先ほどお話しした強調の原理っていうところから考えてみたいなと思うんですね。それで一緒に説明できる。でそこでキーポイントになってくるのが、さっきもお話ししたようにこれ5つ全然違う言葉に見えますけども、1つ心に留めておきたいのは、これ全部字義的な意味、文字通りの意味としては同じことを言ってるわけですね。白が欲しいっていう、その内容としてはそれだけなわけです。なのでその理解からして、聞き手の人の心の中でどういうことが起こるかっていうと、ただ塩が欲しいっていうだけならば、もっと短いチョイスがあったはずだと考える。にもかかわらずこの人はわざわざ長い表現を使ってそれを表現してきた、つまり追加のコスト、エクストラのコストをかけて発話をしてきているっていうことが感じ取れるわけです。でそうすると、なんでそんなこと言ったんだろう、わざわざ長くしたんだろうっていうところから、何らかこの状況と聞き手である私に関連する状況的な意味をお伝えしてくれてるんじゃないかなっていう推論が成り立つっていうところから、あ、丁寧にわざわざその手間をかけてこの質問をしてきてくれてるんだなっていうところから、丁寧さの意味が読み取られてくるわけですよね。でこれ説明するときにいつもちょっとややこしくなっちゃうので、私の学生さんにはですね、このギフトラッピングだと同じだよというわけです。プレゼントするときにプレゼントの中身は同じだと。じゃあなんでわざわざ私たちが包装紙買ってきてとかリボンかけてってするかっていうと、そこにチョイスがありましたよ、私はそれを考えてこの包装紙を選んで、わざわざその手間をかけてあなたに贈り物をするっていうコストをかけましたよ、まあ、そう言わないわけですけど、その気持ちが伝わって、その綺麗に包装されたプレゼントから丁寧で相手に大切にする気持ちっていうのが伝わってくるわけです。なので言葉も実は同じで、どの言葉を使うかっていうチョイスに加えて、発話の長さそのものですね、どういう長さをかけて、どういうコストをかけてその言葉を発話したのかっていうこと自体も、聞き手の人にとって、じゃあなんでこの人はこの言い方をしたんだろうっていう推論の手がかりになるっていうことなんです。なので丁寧な表現は大概長い。でこのことに実は気がついたエピソードがありまして、なのでそれを皆さんにシェアしたいと思うんですけども、私がですね、オーストラリアで日本語を教えている時ですね、このグレーのが私なんですけども、夕方になってですね、一人のそのお子さんをのお母さんがお迎えに学校に見えて、でその男の子と会話しているわけですね、私がいる場面で。でそこでですね、そのお母さんが、今日車田先生とどんなことしたのっていうふうに質問した。 What did you do today with Miss Kurumada? でそしたら、まあ男の子が、今日ねあんなことしてね、日本語のクラスでこんなことしてねっていうのを話して、でその時にですね、 And then she said、 私のことを指してですよ、 And she said って言いかけたわけです。彼女がって言いかけた時に、お母さんが、 She っていう方失礼でしょ、Say Miss Kurumada、 車田先生って言いなさいっていうふうにこうたしなめたんですね。でそこで、私その時あまり英語は上手じゃなかったのもあって、あ、そっか、本人がいる前でその人を指して死っていうのが失礼なんだっていうのを学んだ瞬間だったんですね。皆さんこれご存知だったかどうか分かんないんですけど、人がいる前で、まあ、もちろんそういうこともあるんですけど、死っている人を指して言っちゃうとちょっと失礼な感じがすると。でその時はまあそういうもんかと思って覚えておこうと思ったんですけども、これも実はさっきお話しした強調の原理っていうところから同じように説明できるわけですね。じゃあどういうふうに説明できるのか。で、ここで重要なのは、死っていうのはただの代名詞なので、死とか非とかですね、彼、彼女って言ってるだけなので、その単語自体に失礼な意味があるわけじゃない。ですよね。これ実はその私がいないところで、今日どんなことしたの、でこんなことしてねっていう時に、私のことを指して死っていうのは全然失礼じゃない。じゃあなんでこの状況で、あ、ちょっとその言い方失礼でしょっていう読みが生まれてくるかっていうと、代名詞っていうのは固有名詞ですね、車田先生っていうのに比べて短い、同じことですね、短いか長いかっていうふうに考えると圧倒的に短い。でかつその長さだけではなくて、性別さえ女の人か男の人かっていうのに合ってれば、誰でも使える、名前別に覚えてなくても死って呼んじゃえば誰かのことを指せるっていう点で、話し手にとってすごくお手軽なオプションなわけです。
で、聞き手の人の中でどういうふうな推論が起こるかっていうと、相手に何かエクストラでお伝えしたい経緯があるっていう状態であれば、きちんと名前を覚えて呼ぶはずだと、お手軽なオプションに頼らずに、ちゃんとその長い方の名前で呼ぶはずだっていう前提があるんですね。なので、そのチョイスがある状況で、短い方を選んじゃうっていうことで、失礼、あんまり敬意払ってないねっていう意味が読み取れちゃうってことなんですよ。でもちろんその男の子にそういう意図があったっていうわけではなくて、世の中的にそういうこのチョイスですね、代名詞使うか固有名詞使うかっていうところで代名詞使っちゃうと、そのコストかけてないっていう理由でちょっと失礼に聞こえてしまうっていう理由があるんだなっていうのが、後から言語学を勉強して分かってきたことです。なので、洋画とか見ててやたら英語でね話してる人たちがやたらお互いの名前呼ぶなと思うことがあるじゃないですか。で、まあ、常にこれが理由だっては言わないんですけども、そういう理由もあって、その名前をきちんと覚えて呼びかけるっていうところに丁寧さを表現するっていう意味が含まれてくるわけですね。はい。で、このやっぱり面白いのが、その言葉自体が丁寧か失礼かっていうだけじゃなくて、言えたはずのことを他にチョイスがあったものに比べて、それがどれだけ丁寧か失礼かっていう計算を人は心の中で常にしていると。で、それに関連する面白い例がもう一つあるのでお話しさせてくださいね。で、これ言ったことだけじゃなくて、言われなかったことから話してとかものを書いてる人の気持ちが伝わってしまう、伝えることができるし伝わってしまうっていう例なんですけども、これさっきお話したポール・グライスが本の中で使ってる有名な例なので、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけども、グライスが言うわけですね。私がそのグライス哲学の先生なので、哲学科の教授のポジションに応募しているイギリス人の学生さんへの推薦状を書いてる場面を想像してもらいたいっていうわけですよ。で、日本にもね推薦状もちろんありますけども、イギリスとかアメリカの大学で自分が何かのポジションにアプライするときに、偉い先生とか自分の直属の先生から良い推薦状をもらうというのはすごい大事なことなんですね。で、何が良い推薦状かというと、一般的になんですけども、いろんな情報がもちろんですね、詰まってる紹介状が良い紹介状なわけです。で、1枚より2枚の方がいい、2枚より3枚の方がいい。で、この人にはこんな業績があって、こんなこともできて、こんなに優秀な学生なんですっていうのをたくさん書いてある推薦状が世の中的には良いとされてるわけですね。で、その前提に基づいてですよ、私がこういうレターを書いたら読んでる人はどういうふうな意図を汲み取るだろうかっていう例をグライスは出してくるわけです。で、どんなレターかっていうと、たった紙切れ1枚なんですね。推薦状、何々大学哲学科様で、私の学生である何々君は、手書きの文字が大変綺麗で授業にも毎回真面目に出席しておりました、以上みたいな推薦状で、文字が綺麗なのも真面目なこともいいことなんですけども、それだけって思うような内容だと。で、これを読んでる人はじゃあ一体どういう意味を読み取るんだろうかって言ったら、まあいくつかキーポイントがあるわけですよね。で、一つ目は推薦状ってわざわざ書いてあるので、推薦するっていう目的に従って、何かこの人は協力的にこのレターを書いてるはずだと聞いて読み手は考える。で、わざわざサインしてあるので、最後になんかこうメモしてたのを間違って送っちゃったとか、書きかけで実は送るつもりじゃなかったのに出しちゃったっていうことではなさそうだっていうのが大事なんですね。で、その上で、つまり何かっていうと、伝えられる最大限の情報をこの人は伝えている、このレターの中で伝えているはずだと考える。つまり、もし哲学科の教授職っていうものに対してふさわしい要素があったならば、それを書いたはずだと考えるっていうことから、この平凡な能力の他に、あ、この書き手の人を書けることが何もなかったんだな、この学生は教授のポジションにはふさわしくないんだってことを言ってるレターなんだってことが理解できるってことなんですね。もう完全にブブ漬け状態ですね。すごいこう行間を読めっていうコミュニケーションになってるわけですけれども、これも英語でね、実は毎年私たちもこのいろんなこうアプライしてくる人の推薦書を読むんですけど、こういう会話になります。これ書いてないけど、これ書いてないっていうのはどういうことなんだろうっていうのをみんな一生懸命理解しようとして読むわけですよね。で、もちろんこれは特殊な例というか、まあ極
端なで、ではあります。ぶぶ漬けと同じぐらい、そんなことないだろうっていうような、これは例なんですけども、つまり言ったこと、言えたはずのことを言わないっていうことによって伝わってしまうとか伝えられる意味があるんだ。それは日本語でも英語でも同じですよっていうことなんですね。なので、今後どなたかとお話になってですね、英語には敬語なんかないよねっていう話になった場合、もしかしたらこういうふうに答えてあげるといいかもしれないですね。確かに日本語で言うような尊敬語、謙譲語って言ったように、この言葉を使えば敬語、敬意が表せるんだよっていう形そのもの、表現っていうのは少ないかもしれないと。で、かつ何が失礼に当たるのかとか、どういう場面で敬意を払わなきゃいけないのかっていう社会規範はもちろん違うけれども、話し手がどういう表現を選んだか、どういう表現を選ばなかったのか、で加えてどんな長さ、発話にかけるためのコストをかけて話したかっていうことから、相手の発言の意図ですね、裏にある意図とか丁寧さっていうのを読み取っていくプロセスは、実は言語に共通だ、ある程度ですね、言語に共通のところがあるんだよっていうことですね。で、グライスがねっていうのを付け加えていただけると、ちょっとそれっぽくなるので覚えて帰っていただけたらなと思います。よろしいでしょうか。で、これが2つ目のまとめですね。で、あと多分15分ぐらい残りの時間がありますので、ここまでの話はですね、うちもすごく内容として面白い、自分で読んだんですけど、こういうトピックは面白いなと思うんですけども、割とよく研究されている分野なわけですね。語用論っていう分野がきちんとあって、たくさんの賢い研究者の人たちがもうすでに研究している分野で、常にもうすでに分かってきていることなわけですね。じゃあ今の段階でこの科学の世界で何が分かってないのかっていうのも最後にお話ししたいと思います。で、そこがですね、じゃあ聞こえるから分かるに向かうプロセスがあるっていうことを今お話ししたんですけども、そもそもじゃあ聞こえるってどういうことなのかっていうのが意外にまだ分かってないんですよ。で、そこを理解したいなっていうのが私の今の研究のテーマになっています。で、もう少しこう一歩下がって、一体何が難しいの、研究する上で難しいのかっていうとですね、こうやって書かれた文字を読んで、この人がどういったことが言いたかったんだろう、これかな、あれかなみたいに考えるプロセスはだいたい分かってきてるわけですけども、私たちが実際に面と向かってですね、どなたかとお話をしているときに、そこで私たちがどうやって聞こえてくる言葉から相手の読み意図を読み取って、さっきも言いましたけど行動で返すわけですね。今度自分が話し手になって返す、この話し言葉のやり取りの中で相手の心を理解するっていうプロセスがどんなふうに進んでいるんだろうっていうことには、実は分からないことがすごくたくさんあるんですね。で、それが研究が難しい理由が2つありまして、で、まず1つ目に、なんでその話し言葉の研究が難しいかっていうと、いろいろ理由あるんですけど、主なものとしてはですね、日常会話のスピードってすごく速いんですよ。で、今私一人で喋ってるので、少し普段の会話よりもゆっくり話してますけども、超長発声ですね、誰かと話し言葉で話すときすごく早い、1秒間に平均で実は3からと5単語話されてるというふうに言われてます。だから1っていう間にですね、皆さんは3つ、最低3つの単語を聞き取って、でさっきも言いましたけど、聞き取るだけじゃダメなわけですよね。それにどんな意味があって、その単語が周りの単語と文法的な知識の中でどうやって関わり合ってるかから、その意味を理解するっていうプロセスを1秒間に3単語分しなきゃいけない。で、どうしてそれがそんなに早く進むのかっていうことは、実はまだよく分かってないんですよ。でですね、ちなみになんですけども、この話すスピードっていうのが言語の間でどれぐらい違うのかっていう研究がありまして、で、皆さんにこれからのデータをお見せしますけども、これ1秒間にこの7つの言語ですね、会話のデータを取って調べた人がいるんです。で、1秒間に一体何音節話されるんだろうっていうのを調べた研究があります。で、この Y 軸、地表のですね、グラフの Y 軸は何かというと、1秒間に何音節か、聞こえるっていうところで4音節なので、この表の上へ行けば行くほど、たくさんの音節が1秒間にギュッて詰まってるってことで、言葉を話すスピードが速い。
でこのグラフの下へ行けば行くほどそれほどたくさんの音節が詰まってないので話すスピードが遅いということになります。で他の言葉を話される方、今聞いてくださっているあの方の中におられると、たくさんおられると思うんですけど、どうですかね、日本語他の言葉に比べて早いと思いますか、遅いと思いますか。ね、私も実は知らなかったんですけども、データ取って調べてみると日本語って実はすごく速いスピードで進んでるってことが分かってきてるんです。ね、ちょっと意外じゃないですか。なんかイタリア語とか速そうなんですけどね。で、だから何なんだとか、どうしてこうなってるんだってことに関しては、もしあのご興味のある方がいらっしゃったら後でお話ししたいと思うんですけど、つまり皆さんが日本語を聞いて解釈しているときには、そのすごいスピードで進んでいる情報を取り入れて理解してるんだってことなんですよ。で、しかも話し言葉ってそれだけじゃないですよね。会話っていうのはキャッチボールなので、一人の人が話し終わったら、次の人はすぐさま飛び込んで自分の意見を言わなくちゃいけない。いけないというか、そうやって会話っていうのは進んでいくわけですよね。で、その一人の人が話し終わったタイミングから次の人が話し始めるまでのタイミングって実は 0.5 秒ないって言われてるんです、平均して。で、つまりどういうことかっていうと、聞き終わってからこの人はこんなことが言いたかったのかなっていうのを理解しようとし始めてたのでは遅いってことですよね。聞きながらこの人の言ってることを理解して、自分が言いたいことを計画して話すっていうプロセスを同時にしていかなきゃいけない。で、どうしてそれができるのかっていうことは、実はまだよく分かってないわけです。で、まあとはいえですね、この分野割と研究の歴史の長いところもあるので、いくつかのことは分かってきています。で、何が分かってるかっていうと、時期的な意味、次にどんな言葉が話、どんな単語が話されるかっていうことに関しては、私たちは話を聞いている間に常に予測をしながら聞いているんだってことは分かっています。携帯の予測変換みたいな感じですよね。で、なので私が例えばおじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんはって言うと、私が次の言葉を言う前に皆さんも川だと思って聞いてくださっているわけです。で、この例に限らず、私の話を今聞いてくださっている間、皆さんは実はこの人次何言うんだろう、何言うんだろう、何言うんだろうっていうのを考えながら、聞いてくださってるわけですね。で、この予測ができることで、その速いスピードに追いついていってるんだってことは、ある程度分かってます。で、実はじゃあ何が全然分かってないかというと、さっきお話ししたような、時期的な意味から状況的な意味を取り出していく、その意図の理解のプロセスも、同じように予測的に進んでるんだろうかってことに関しては、実は今意見が分かれるところなんですね。で、たくさんの人が議論をしてるわけです。で、仮説が2つありまして、一つ目はその世の中じゃないや、その分野で通説となっている。みんながどういうふうにこれまで考えてきているかっていうと、人は聞いているときに、じゃあまず文字通りの意味を単語の意味から取り出してきて、つまりぶぶつけどうですかって聞かれたらですね、お茶漬けいかがですかの意味を先に取り出して、その後で、じゃあなんでこの人この状況でこれ聞いたんだろうっていうのを考えて、少し遅れて、じゃあ帰ってくださいって言われてるのかなっていうのを理解するっていうふうに進んでいくんだと、これまでの研究では思われてきたわけですね。で、仮説の2つ目は私の研究室とかですね、私のグループとか他のところでもですね、いやそうじゃないんじゃないって思う人たちがいるわけです。で、さっきも言いましたけど、聞いてる人っていうのは聞くだけじゃダメで、 0.4 秒後には自分の発話をしなきゃいけないんだから、そうやってこう、あ、後から遅れてこの人何言ってたのかなっていうプロセスが後から遅れてきたので遅いんじゃないかと。逆に文字通りの意味と状況的な意味っていうのは同時に予測されているんじゃないかっていう仮説が2つ目です。つまり何が言いたいかっていうと、ブブ漬けって聞いた瞬間に、この人なんでブブ漬けについて話してるんだろう、どうどうすっていうところまで聞いて、どうしてこの人その質問をしてるんだろうって考えて、カーまで来たところでは、あ、もしかしてこの人私に帰ってほしいと言ってるのかなっていう推論があらかた終わってるんじゃないか。この違い分かりますかね。で、2つ違う予測ができるわけですね。で、どっちの予測が正しいかっていうのを実験で確かめたいわけです。で、どんな実験をしてるかっていうのをお話しするのに、こっちでね、アメリカでやってることなので英語になっちゃうんですけど、これ日本語でやるとしたらっていう例を考えたので、それで少しご説明させていただきたいと思うんですね。で、こういう状況を思い浮かべていただきたいんです。一人目、二人の人が会話してて、一人の人が、ね、パンと牛乳買ってきてくれたって質問します。で、二人目の人がパンは
買ってきたよって言ったんです。もう皆さんこれお分かりですよね。パン牛乳買ってきてくれたって質問なので、もし両方買ってきていたら運でいいわけです。でこの人はそれ言わなかったっていうのがヒントの一つ目で、パンっていい、わざわざわーって強調しているので、あ、この人もしかしたらパンは買えたんだけど牛乳は買えなかったよってお伝えしたいんじゃないかなっていう状況の意味が読み取られてくるわけですよね。パンは買ってきたっていうのはパンを買ってきたっていうことだけ言ってるわけですけども、牛乳は買えなかったっていう意味がそこで推論される。で、それをどんなふうに人は理解できるんだろうっていうと、さっきの2つの仮説が立てられるわけです。パンを買ってきたよ全部聞いて、じゃあなんでこの人パンはって言ったんだろうって考えて、その後、あ、牛乳は買ってないよっていう意味を後から取り出してくるっていう理論とすいません、パンっていうのを聞いた時点でこの人なんでパンについて話してるんだろう、わっていうのが強調されて聞こえた時点で、あ、この人どうしてそれを強調してるんだろうっていうのを考えて、買ってって聞いてる時点でもうすでに牛乳は買ってないような意味が理解されているのかもしれない、ね、なのでこれどっちが正しいんだっていうのを実験して、区別していくわけ、テストしていくわけですね。で、いろんな方法があるんですけれども、私たちがよく使うのがこのアイトラッキング、日本語では実は眼球運動計測って言われてるらしいんですけど、で何をするかっていうと、被験者の人にラボに来ていただいて、いろんな会話を聞いていただくわけですね。でそれをしている間に、その聞いてる人にこの大きな帽子みたいなのをかぶってもらう。でそこにその人の目の動きを測るカメラがついてるんです。でどうしてそんなことするかっていうと、先行研究から人は話を聞いてるときに聞こえた言葉に関連する情報を目で追ってるんだってことが分かってるわけですね。聞いた瞬間にもう200ミリ秒ぐらいなんですけど、それに関連する情報を目で注意を向けるってことが分かってきてる。でなのでそれを利用して、そのスピード、どうやって状況的な意味を理解してるんだろう、推論してるんだろうっていうスピードに関して、テストするわけです。で例えば2つのシーンを見てもらうんですね。これ例なので、もうこのデカデカと絵がありますけど、2つのシーン、1つは牛乳とパン両方買ってきてるシーンで、もう1つはパンだけ買ってきてる、つまりその状況的な意味、パンは買ってきたけど牛乳買わなかったよに対応するシーンっていうのを見てもらいながら、さっきの、ね、パンと牛乳買ってきてくれた、パンは買ってきたよっていう文章を聞いてもらって、そのどの瞬間でこの人はそのパンを買ってきたけど牛乳は買ってきてないシーンに注意を向けるんだろうっていうことをテストしていくわけですね。で、詳細をまたもし時間があればとかでお話しますけども、最近の研究でですね、以前に思われてたよりも人は文字的な意味と状況的な意味の両方予測しながら速いスピードで知覚していってるんだっていうことが分かってきています。でね、これまだ基礎研究の段階なんですけども、将来ですね、例えば人間とコミュニケーションできるようなロボットを作ろうってなった時に、人間がこういういろんな段階の意味をどうやってどういうタイムスピードで、推論していってんだろうっていう知識がすごく重要になってくる、ね、それでどんなロボットのメカニズムを作んなきゃいけないか、アルゴリズムを作んなきゃいけないかっていうことに関わってくるので、それに何か知見を提供できるような研究になればいいなと思っています。で最後にですね、その話し言葉の研究が難しい理由が2つあるっていうふうにお話ししました。で1つ目がこのスピードですね、なんでそんなに速く進むのかがわからない。でもう1つわからないのはですね、人の声っていうのはすごく様々なんですよね。大人の話し方と子どもの話し方が違う、男の人の話し方と女の人の話し方が違う、で特定のグループを見ていても人の声っていうのは一人一人違っててすごく個人差があるわけです。特徴、話し方、意図を表現するって時にどんな音を使うかっていうこと自体が人によって様々なんですね。で例えばさっきの例で言うとですね、ファンはって言った時に聞いてる人がその和が強調して聞こえるっていうふうに言いました。でもその強調して聞こえてる時です、人によってはファンはって音量を上げて強調する人と、そう言わないんだけどパンは買ってきたけどってこう声のトーンが上がる人で、それどっちもしないんだけどパンは買ってきたけどっていう風に長さで表現する人、いろんなパターンがあるわけです。同じ人でも違うことをしたりするんですね。
で、なので何が言いたいかっていうと、人の耳、脳っていうのですね、何かを聞いた時に、あ、この言葉が強調されて聞こえるって、もう自動的に聞こえちゃうんですけど、一体何が聞き取られて強調と聞こえてるのか、そこから推論の手がかりになるような音の表現っていうのが聞き取られてるのかっていうことに関しては、実はあんまりよく分かってないですね。で、その手がかりを得るために、今私たちのチームですね、いろんな人も今200人ぐらいかな、もうこれからも続けていくんですけども、いろんな人に研究室に来てもらったり、オンラインで発話の録音をしてもらうプロジェクトをしています。で、この単語、この文の中でこの単語を強調して言うときにはどんな風に表現しますかとですね、同じ文なんだけど、It's raining outside。そうだ、雨降ってるよってお知らせするときにどんな風に言いますか。It's raining outside? 外雨降ってるのって聞くときにどんな風に言いますか。でいろんなタスクをしてもらいながら、どんな風に音の表現を使って人はこのコミュニケーションの意図を伝えてるんだろうっていうのを録音します。でその後にそれを音声ですね、解析していって、どういう音が使われてるのか、これ It's raining だったらどういう風なイントネーションのパターンになってるんだろうとかですね、音の大きさがどういう風に変わってきてるんだろうっていうのを解析します。で、そこからその発話にどんなパターンがあるのかっていうのを見ていくわけですね。で、平均してこんなパターンがあるっていうことだけじゃなくて、一言によってその表現の仕方がどんなふうに違うんだろうっていうのを見ていこうっていうのが研究の主眼になっています。で、その今お話ししたお知らせと質問の例で言うとですね、これまでの研究では It's raining お知らせだったら、まあ最後にピッチが下がるんじゃないかなと。It's raining っていうと、最後にピッチが声の音の高さがですね、上がる、イントネーションが上がるんじゃないかな。で、まあ声の高さっていうのは人によって違うんだけれども、大体みんな同じようなパターンで発話してるんじゃないかなと思われてきたわけです。なんですけども、たくさんの人に実際に話してもらってデータを取ってみると、実は全然違うってことが分かってきています。同じこと言ってくださいって言ってるんですけど、人によって、これ60人ぐらいのデータですかね、このパターンっていうのが全く違ってきてるってことがどんどん分かってきてるわけですね。で、何が言いたいかっていうと、同じ意味だと私たちが受け取ってるものでも、誰が話してるかによって、実際私たちの耳が聞き取ってる音のパターンっていうのは全く違うってことなんですよ。で、そこから現在の今進めてる研究ではですね、人の脳がじゃあどうやってそういう多様な声とか発話のパターンっていうのを学習して知覚していってるのかっていうのに注目してるんですね。だからこの音が上がったとか長かったとか下がったっていうのを聞き取ってるだけではなくて、この人の声のレンジで、この人の発話のパターンで聞いた時に、このイントネーションのパターンは質問に聞こえるとかですね、そういうのを人ごとによってどんどん学習しながら聞いていってるんじゃないかっていう仮説を立てて研究を進めています。ということでですね、最後のところ、分かるために一体何が聞こえなきゃいけないかってことに関して、まだ分かってないことがたくさんあるよっていうお話をしました。で、話し言葉を知覚するっていうこと自体が、脳が常にですね、予測をしながら、学習をしながら知覚していっている結果であるってことが、研究で、最近の研究で分かってきています。で、大事なことは、同じ音が聞こえても、誰が話しているのか、どこで話しているのか、何のために話しているのかによって、聞き手に伝わる意味が違うってことなんですね。で、これが現在、アップルとかグーグルとかマイクロソフトの人たちが頭を痛めている問題で、言ってることと言われた意味と音のパターンっていうのが1対1でつながってればですね、自動音声解析みたいなのすごく簡単なんですけども、それにいろんなパターンがあるので、そこから人が一体どうやって意図っていうのを聞いた音の中から取り出してきてるんだろうってことに関しては、今まさに研究が進められている分野になっているっていうことですね。では1時間になりましたので、簡単に今日お話したことをまとめたいと思います。今日3つのことについてお話をしました。1つ目はその意図の理解、聞いたところから分かるっていう、向かうところに向かうためにどんなプロセスがあるんだろうっていうお話をしました。で、大事なことは、人の言葉を理解するっていう時に私たちが何をしているかっていうと、その人が特定の言葉をこの状況で選んだ理由が分かるっていうことが、言葉が分かるってことなんだということをお話しました。
で、それはその特に日本語に特別なことでも何でもなくて、言語共通の心を読み取っていく推論のプロセスですね、協調の原理っていうのに基づいて推論していくっていうプロセスがあるんだよっていうことをお話ししました。で、最後に、で、聞こえるから分かるに向かうんだけど、言葉が聞こえるっていうこと自体が脳の予測と学習の結果であると。で、そこでそれが一体どんなメカニズムでどういうふうに進んでるのかに関してはまだ分かってないことがたくさんあるっていうことなんですね。で、なので普段私たち特に注意も払わず何も考えずに聞いたことから分かって、相手のことが心が分かってそれに対応するっていうコミュニケーションを無意識のうちにしてるわけですけども、その裏側にではですね、こんなにたくさんのプロセスがギュッと集まっていて、で、それがどんなふうに進んでいってるのかっていうことはすごく私は面白いなと思ってるんです。で、なので、どっか一つでもですね、皆さんにもなんか、そっか、面白いんだなと思っていただけるところがあれば幸いです。はい、ありがとうございました。はい、車田先生、どうもありがとうございました。本日の講演会は、学部生の方、大学院生の方、また嬉しいことに本学の卒業生の方も聞きに来てくださってます。そういった方たちにも幅広く言語学への興味を持っていただきつつ、先生ご自身のご研究についてもお話しいただきたいという、主催者側のこう無理なお願いをさせてしまったのですが、ステップを踏んで 1,2,3 と基本的な知識から始まって、最後は先生のご自身の最近の研究まで分かりやすくお話しくださったと思います。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。